ジャンゴの、ちょっとブレーキのメンテナンスをしたい。そう。ということで、マフラーをちょっと今ね、外してあります。そして、ホイール、このセンターの、こうね、ライオンさんマーク、メッキのね、これを外して、そうするとこんな感じになってますね。で、これ外すんだね。5本。そうするとホイールが外れると。で、こっちはハブになるので、ブレーキディスクと、まあ、全部外すときはセンターの外すというような仕組みになってたかと思います。で、ここはやっぱ100ニュートンとかそんな感じですね。ここは27から32ニュートン、っていうね、締め付けトルクだったと思います。ここはマーキングしてね、また元に戻す。ここ多分外すことはそうそうないと思うんですけど、問題はここですよね。5本もあるんで、結局わけわからなくなっちゃうから、トルクをね、調べて、そのトルクでやるということに、したいと思います。ということで、これちょっと緩めますね。で、ナットがあるんで、真ん中にね、入ってますから、ホイールまではぶつからないんでね。やっぱり誘惑に駆られるんです。いや、これは下手に手出さない、何もしないで、新車だし、なんつってね、思うんですけど、やっぱりまあ、やっといた方がいいですね。でないと、あとが、これ車のホイールみたいですよね。これね、一応ね、これで、外れるんですよ。外れるんですよ。むずいな。このままだとダメか。上が当たってる。そう、上が当たってるんマフラーの角度が良くないね。外れました。ね。ホイール。で、車のホイールみたいですね。軽トラとかだったら、軽トラとかのサイズとあんま変わらないんじゃないかと思いますけどね。そんなもんないですかね。で、こんな風になってますね。ハブがあって。で、やっとブレーキにアクセスできるっていう。外れないんですよね。径が大きければね、ホイールの径が大きければ外れると思うんですこれだから、これで回るでしょ。なんで、これちょっと一回外して。で、これ、なんていうんですか、これ。なんかこう、ブレーキパッドの形面白いやつね。鈴木さんとか使ってなかったでしょうね、こういうのね。マリオブラザーズに出てくるハエ ハエみたいなね。あとは、インベーダーとかね。昔のね、ブロックでしたね、ちょっとね。とりあえずこれを外して、ちょっとやりたいと思います。反対側からですね、リアブレーキキャリパーをメンテナンスさせていただいてございます。ホイールを外さないとできないということでね、ちょっとね、後ろはね、なかなか厳しい。確かに狭いんでね、作りが。で、そこにディスクもキャリパー入れて乗るものなんでね。しかも、片持ちじゃないですか。片持ちって言うんですか、こういうのね。反対側ないんで、みんな左側に入れなきゃいけないっていうことだと思うんですけど。で、これ、キャリパー。これ、鈴木さんとかにあったような感じしますけどね、こういうの。なかったでしたっけね。ね。で、これ、ブーツがついてる。あ、みんなブーツついてるんですけど、ダストシールになるのかな。これの場合はブーツですね。ピストンのところにブーツ。車みたいなやつですね。これだと、この中にね、シリコングリスをシュシュッと入れてですね できるじゃないですか。私、調子こいて何度もやったら、入れすぎ ね。まあ、ガスも一緒に送り、ダメです。それはやりすぎはダメ。何でもそうです。やりすぎはダメですね。いいところでやめておくと、ね、いうことだと思いますが、そんなところで、で、グリスを今塗ってね、戻すところです。で、個人的にこのパッド好きじゃない、このキャリパーあんま好きじゃないんですよ。こうね、これを引っ掛けてやるんですけど、これね、こんな感じね。で、
みたいな感じになんかね、多分そこからヒントを得たんじゃないですか、このパターン。違うのかな、どっちが先なんですか。あれも古いからな。いやでもな、これも古いか。さあ、そんなね、おたわごとはそれほど適当にやめさせていただいて、これ先にこっちですよね、これね。先に外側入れて、それから中入れるんですよね。だって中外せなかった。いやーこれはねダメじゃんね、これここに乗っちゃう。えいよっ、はまった。これはないなこれどこ好きなの。あ、面取りしてますからね、はい、パッドはね、はい、っていう感じで、戻します。これ外側に来るんだね。いいのか、これで、ね、こんな感じで。そして、これね、プジョー面白いんですけど、ワシャが入ってるんですよ、全部。これどうなんですか、ワシャ入れるってね。あと SY 作ってるのは、作ってるっていう表現あれかな、組み立ててるのは SYM のね工場だって話ですけどね、違いますね。配線の色とか見るとホンダの色なんで、まあ、ホンダの工場じゃないと思いますが、さすがにね、ホンダの工場だったらちょっと、ね、やばいですよね。やばくない。で、何のあれもない。うん、だから何とか言われちゃうとね、困っちゃうんですけど。で、私ね、すごくショッキングなね、で、私はほら一日に大体、まあ、夜とかに、まあ、スマホでね見るんですけど、自分の店長武蔵っていう、ね、あのチャンネルを一応ね、でコメントとかどうかなとかね、うん、そうすると、まあ、最初にチャンネル登録者数とかやっぱ出るんですよね。総合のホーム画面っていうんですかね。そしたらね、先日7780、まあ、厳密には7778とか9とかそんな感じなんですけど、それが先ほど見たら7747になってるんですけど、どういうことですか。 一気に30人とか減ることあるんですかね。いやそれ普通じゃないんですか。普通じゃないんですよ。うちのチャンネルはですね、一気に増えることないんだけど、一気に増えることもないんだけど、一度にそんなボーンって減ることもないんですよ。たまにね、マイナス3とか。だからもちろんほら、入れてる人、登録する人と削除する人が、こう常にこう行ったり来たりしてるだろうから、でも、だいたい1日、そう、最終的に見ると、だいたいプラス2とかね、プラス3とかなんですよ。多い時でも、まあ、ね、10人はでもあんま行かないですよね、1日にね。一番今までで多かったマイナスは、マイナス 5人ぐらい。まあ、例えば10人。登録者がいて、15人マイナスの人が削除する、ね、登録解除する人がいるみたいなね、まあ、そんな感じだと思いますけど、はい、ね、お願いしますよ。いやね、こうは言ってもね、やっぱりね、グッドボタン、そして面白いと思った方はチャンネル登録お願いします。もうここまで来るとね、もう欲も出てきますよ。1万人そして目指せ10万人銀の盾ね。銀の盾は10万人だよね。いや無理だな、うん、10万人を得るためにはやっぱりちゃんとした動画じゃなきゃいけないですねよくわかんないですけど、ね、ちゃんとした動画どういう動画なんだよと思いますよね。何がちゃんとしてて何がちゃんとしてないんだよって感じですけどね、はい、よし、まあいいね。これとりあえず戻しましたよ、はい、ね、でこれブレーキ握れんすね、当たり前ですけど、ホイールついてないけどね、はい、回せるんだ。大体ホイールにディスクがついてるから通常はね、だからまあホイール付きになっちゃいますけど、これの場合はハブにディスクがついてるので、ホイールはもうホイール単体になるんでね、こういうことができるということですね。はい、 OK ですね。よし、これやって、であと
ナンバーはまああるんで取り付けて、で感じですね。で、ちょっと、この近辺をちょっとだけ走ってブレーキの確認とね、はい、あと加速、あと変な音出てないか、走行中にね、それを点検して、問題なければ、ご連絡させていただいてですね、ご納車、はい、っていう感じでございます。はい、ちょっとね、やっぱり気持ち時間かかる、うちの納車整備云々の話じゃなくて、その前がね、メーカーから送られてくるまでちょっとお時間かかるんですよね。はい、で、さらにそこから、うちが早くやんなきゃいけないね。はい、早くやんなきゃいけないんですけど、まあ、1週間ぐらいね、ちょっとあれなんですけど、はい、申し訳ないんですが。よし、こんな感じで。よし、ジャンゴ、OK。最多大丈夫ね。これエアクイナボじゃなくて、このエアクイナ、これ外すのって、これ外すんですかね、これね。これ外すのね。これ外すのに多分ここ外して、それでやるんですよね。で、これ外すためにここ外すのかな。いやー、なんか、ちょっと恐ろしいな。これグリス塗ってあるよ、ここに。へー。中からね、スプリングがね。ここはもうグリス塗ってないですけどね。ジャンゴだったら面白い。はい、という感じで、ね、ホイールを戻して、はい、早く戻して進めます。